もし一人のロスチャイルドがスターリンの父親であり得たということが、もっともらしいことが立証されてきたとすれば、我々はそれが証明できるかどうかを問わねばならない。しかし、我々がそれに応えることができる前に、可能な父親容疑者たちの我々のリストを絞り込むことが必要である。どのロスチャイルドが、1878年のトランスコーカシアにいる最高の立場にいたか？一旦、一人の第一容疑者が同定できれば、どっちみち証拠を発見することは容易になる。必ずしも容易ではないが単純。1878年に、ゴーリあるいはティフリスに一人のロスチャイルドがいたか？ヨシフ・スターリンは、1878年12月18日に生まれた。これにより、彼の受胎時期は、40週間、9ヶ月前、およそ1878年3月18日前後となる。ソ連指導者へのスターリンの昇進後、スウェーデンの大手の新聞の特派員との彼の初めての主要なインタビューの中で、彼は自分の誕生の年について嘘をついた。スターリンは、1879年に生まれたと主張した。私は、スターリンは彼の本当の生物学的な父親のあり得る発見を防ぐことに努めて嘘をついたと思っている。私は1878年という年は、スターリンの隠された起源の発見に対する一つの重要な手がかりを持つと考えている。私はスターリンはこれを知っていたと考えている。なぜスターリンは自分の誕生の年を変更しようと試みたのか？主要な歴史的意義を持つ何者も、1879年3月のトランスコーカシアでは発生しなかった。確かに、強力なロスチャイルド一族の一人のメンバーの個人的な存在を示唆するような歴史的な重要性のある何事も起こらなかった。1878年の3月は全く異なっていた。お分かりのように、ロスチャイルドのロシア石油事業の成功の鍵は、アゼルバイジャンのバクーからの石油輸送能力に依存していたグルジア共和国を横断して、黒海の目的地、バトゥーミの港へと、1878年以前の問題は、バトゥーミの港はロシアのコントロール元になかったということであった。それは、トルコ・オスマン朝によって所有されていた。ロシア人とトルコ人との間の戦争を扇動することは、この物流の問題を修正するだろう。ところで、私は、ロスチャイルド一族がその戦争を扇動したと遠回しに言っている。彼らは自分たちの石油利権の将来のために、バトゥーミをロシアのコントロール元に置く必要があった。そのバトゥーミの譲渡は、1877から78年のロシア、トルコ、ロト戦争の結果として起こった。サンステファノ条約は、ロシアとトルコの間で物事を解決した予備的な条約であった。それは、1878年3月3日に、イスタンブールの西に位置するソン・サン・ステファノ・エシコイで調印された。一人のロスチャイルドは、その条約調印に参加していたか？銀行家たちは彼らの弁護士たちと一緒に、彼らの事業利益に重要な条約調印に出席してきたことが知られている。例えば、ハンブルグの銀行家、マックス・ウォーバーグは、直接間接に欧州の銀行、石油利権にとって巨額の利益を刈り取った。第二次世界大戦のための土台を据えたベルサイユ条約の調印に出席した。もう一度私は尋ねる。一人のロスチャイルド一族メンバーはサン・ステファノ条約の調印に出席したか？また彼は、新しく獲得したバトゥーミ港を調査することにその後取り掛かったか。その港は、将来拡大されるロシアの石油産業の要石であった。ロシア石油男爵たちにとって、バトゥーミは長く待ち望んだ世界への玄関口極東と西洋の両者への通路であった。どのようにバクーの石油はバトゥーミに達するだろうか。その石油は、最終的には、ロスチャイルドによって融資されたトランスコーカサス鉄道を経由して、グルジア共和国を横切るだろう。バトゥーミを訪問した後、我々の謎のロスチャイルドは、大公とサン・ステファノ条約の成立を祝うためにティフリスに及んだか。その王宮の領域内でロシア石油の将来に乾杯するために、ロスチャイルドは、大公に雇われたその可愛らしい、意欲的な選択女と親密になったか。もしそうであれば、そのような無邪気な一つの事件が、ロシアの石油とロシアの人々の将来に劇的な影響を持っただろう。ロスチャイルドに活気づけられた選択女は、彼女のワイン商人雇用主のところ、ゴーリに働きに戻ったか？スターリンの母親とヤーコフ・エグナタシュビリは、一人のロスチャイルドの幼児を静かに育てたか？ヨシフ・スターリンは、彼の最初の息子をヤーコフ・ジェイコブと名付けたか？なぜなら、それはゴリのワイン商人の名前であったから。あるいはヤーコフはまた我々の知られざるロスチャイルドの父親の名前であったからか。偶然にも、ヤーコフは、ロスチャイルド一族のフランス支部の家父長ジェームズ・ド・ロスチャイルド男爵のヘブライ語名であった。スターリンがロスチャイルド一族のために働いたのは偶然ではなかった。実際、スターリンは、サイモン・モンテフィオーレによると、ロスチャイルド一族によって資金提供されていた。スターリンは、一人の革命家、資本主義とロスチャイルド一族が象徴するものすべての無敵だったのか、あるいは、一人の秘密の利口なロスチャイルドの回し者だったのか。ロスチャイルド一族は、一人の革命家に融資していたのか、あるいはロシア石油の帝政主義者のコントロールに対する彼らの秘密兵器に融資していたのか。共産主義ロシアの政界でのヨシフ・スターリンの出世は、ロシアの全石油産業を独占することを狙った一つのロスチャイルドクーデターであったと、私は示唆する。秘密主義は、ロスチャイルドの手口である。ロスチャイルドの成功と長寿の秘訣は、冷酷非情さと秘密主義である。当初のロシア王室に対する銀行家たち、ロスチャイルド一族は、彼らのアジャンダを遂行する隠れた隕石関係を持つ人形を使って、最終的には彼らの殺し屋になった。一旦、ロマノフ一族が除去され、そして彼らの人間、スターリンがロシアの権力の操舵装置に据えられると、ロスチャイルド帝国は中央アジアの人々を奴隷化し、そして何年もの間、彼らの足元にある天然資源を絞り取るだろう。ロスチャイルド一族は、国有化を決して恐れない。彼らが静かに、ロスチャイルドの専門知識マネーサプライを通じて、その国の政策をコントロールする限りは、それで、どのロスチャイルドがスターリンの父親であるだろうか。ロスチャイルド銀行のパリ分家のエドモンド・ド・ロスチャイルドが、私の愚見では、最も説得力のある候補である。ジェームズ・ヤーコフ・ド・ロスチャイルドの最年少の息子エドモンド・ド・ロスチャイルドは、世界各地を回ることとくればお出かけ人間であった。彼は、一族の石油ビジネスを運営していたフランスロスチャイルド一族のために多くの田んぼを行っていた。エドモンドは、その当時の最新の洋行ヨットでの流儀で海上を旅した。そのヨットは、最初の魚雷艇を設計してきた有名なソーニクロフト造船会社によって設計された。そのロスチャイルドの洋行ヨットは一つの海藻魚雷艇だった。その魚雷艇は、1877から78年の露土戦争においてロシア海軍によって最初に使用された。フランスロスチャイルド一族は、ソーニクロフトの魚雷艇によって、トルコに対して海軍の優位を得ていたロシア人たちと何か関係があったか。ロスチャイルド一族はロシアの勝利から何か得るものを有していたか。ロシアの探検家プルジェワルスキーとは異なり、エドモンドは異性愛者であった。1878年、彼は新たに結婚した。彼はまた、ある愛人を扶養していたことでもよく知られている。つまり、彼は必ずしも結婚に忠実ではなかった。身体的には、スターリンの体格は、グルジアのボクサーで商人のヤーコフ・エグナタシュビリのそれよりも、エドモンド・ドロスチャイルドを反映していた。エドモンド・ドロスチャイルドは、ソビエトロシアの独裁者として、一人の非嫡出子の息子を就任させることが可能だったか。彼は確かによくロシア政府と通じていた。彼の家族はロシアに融資していた。エドモンドの兄アルフォンスは、戦略的に、彼の娘をセントペテルブルクのロシア人銀行家、エフルシュと結婚させた。また、エドモンド・ロスチャイルドがスターリンの母親の雇用者を知っていたかもしれないことは、もっともらしい。ロスチャイルドはまた、有名なワイン愛好家であった。フランス・ロスチャイルド一族は、世界でも有数のブドウ畑を所有している。いかにしてユダヤ人のグルジアワイン商人ヤーコフ・エグナタシュビリが、一人の高く評価されているロスチャイルドを接待する機会に飛びついただろうかは、容易に想像できる。そこで疑問が残る。エドモンド・ド・ロスチャイルドは、実際に、ゴールの一人の富裕なワイン商人の家、あるいはコーカサスのバイスロイのティフリス宮殿の招待客だったか。1878年12月21日のスターリンの誕生に先立つ9ヶ月前、ロスチャイルドはいずれの場所に位置づけることができるのか。ヨシフ・スターリンの受胎の時期は、1878年3月18日前後であるように見える。これは、3月21日が春分だということで、それ自体が興味あるものである。欧米の暦でのウルード氏の仕組みによって、春分の時は、3月19日から21日の中の53時間にわたるその時代は、神秘的な儀式の一部だったのか。ミハイル・ニコラーヴィチ・タイコーは、神秘主義に染まっていた。ロスチャイルド一族は、神秘的集団イルミナティに属していると疑われている。春分は再生の始まり、新生である。ヨシフ・スターリンは、イルミナティ支配の新時代を作り出したか？私の研究によれば、ヒトラーもまた、サバティアン・フランキスト・イルミナティにとって縁起の良い日における性的意識の中で受胎した。信じがたい？おそらくそうでしょうが、主題を忘れないように。ここで検討されていることは、一つの秘密組織サバティアン・フランキスト・イルミナティの隠された歴史である。スターリンは、一人のロスチャイルドだったか？真実は結局は姿を現す。